こんにちは、こんにちは、マシマ、です。今回は、AMD Ryzen に加え、ラデオンの GPU を搭載しているミニゲーミング PC、ミニスフォーラム、HX100G、をご紹介します。今回はメーカーさんより製品を試供いただきレビューいたします。最近のミドルレンジゲーミング PC の性能を、体積約3リットルに詰め込んだ小型ロマン PC です。約1年前に、前作の HX90G のレビュー動画を投稿しているのですが、それと比較も交えつつ、特徴や進化点も見ていきたいと思います。個人的な感想ですが、前作の HX90G は、お世辞抜きで小型 PC の最高傑作レベルの製品だったので、この HX100G がそれを超えられるのか?期待しています。小型ゲーミング PC、ミニスフォーラム、HX100G をレビューするよ。それでは開封しながら、スペックや価格についてご紹介いたします。主なスペックはこんな感じです。メーカー、モデル名はミニスフォーラム、HX100G。CPU、APU は AMD Ryzen 7-7840HS。8コア16スレッドで、ベースクロック 3.8GHz、ターボ時最大 5.1GHz です。メモリは DDR5、32GB。グラフィックス、GPU は AMD Radeon RX6650M を搭載。それと、CPU 内蔵 GPU も当然搭載されており、メイン GPU ほどでないにしろ、それが割と強力な Radeon 780M となっています。そして、ストレージは PCIe Gen 4対応 SSD、1TB。OS は、Windows 11 Home となります。さて、スペック紹介の途中ですが、少しだけ前作の HX90G と比較をしてみます。大きな違いをまとめると、CPU が1世代新しくなり、GPU は世代そのままでクロックアップ版に強化。メモリが DDR5 に更新され、OS はプロからホームにダウングレード、という感じです。OS 以外は確実な強化がされています。それから、書ききれませんが、他にも、PCIe が 3.0 から 4.0 対応になっているのも進化点でした。あと、パッと見では気がつきにくいのですが、CPU 内蔵 GPU が大幅に進化しているのも個人的には良いと思いました。というのも、前作の内蔵 GPU はおそらくベガーアーキテクチャであり、力不足感は否めませんでした。それが、CPU 内蔵では最高クラスの GPU である、最新のRadeon 780M と、大幅に高性能になりました。しかもこの 780M は、メイン GPU、RX6650M より1世代新しい RDNA3 アーキテクチャ製品なので、最新の動画コーデック、AV1 のハードウェアエンコードにも対応しています。なので、正直 GPU が最新の7000番台ではないのが惜しいと思っていましたが、ハードウェアエンコーダーなど、GPU 機能の一部は最新 RX7000 シリーズと同系統のものが使用できるため、実用的で、コストと機能のいいとこ取りになる仕様になっていました。スペック紹介に戻りまして、接続端子については、映像出力として、HDMI が2ポート、USB4 が2ポート、合計4画面接続に対応、他にも、USB 3.2 Gen 2ポートなどを搭載しています。拡張スロットについては、内部に M.2 の空きスロットが1つあります。サイズについては、横生地、横幅奥行き20センチ、厚み7センチ。体積は約 2.9 リットルとなります。その他の特徴としては、縦置きスタンドが付属していることや、CPU グリスなどに液体金属が使用されていることなどがあります。それで価格についてですが、公式通常価格、18万1980円です。ただし、動画編集時現在はセール価格となっており、145,590円となります。お手頃価格ではないのですが、セール価格なら相場的には特に割高でもなく、小型サイズを考慮すれば、それなりに競争力のある価格になっているかなと思いました。以上、スペックと価格についてでした。内容物を確認するよ。開封が完了したので、内容物、付属品を確認します。内容物は、PC 本体、縦置きスタンド、AC アダプター、電源ケーブル、HDMI ケーブル、説明書類。以上です。ちなみに、AC アダプターはかなりの大型で、最大出力は約 262W。そして、接続端子はこのようになっています。以上、内容物についてでした。本体をじっくり見ていくよ。それでは PC 本体の装備紹介を行っていきます。
また、素材や質感についてもご紹介いたします。旅行機の状態で確認します。まず、本体前部分です。右から、電源ボタン、USB3.2Gen1 タイプ C ポート、オーディオ入出力ジャック、USB3.2Gen1 タイプ A ポート、CMOS クリアボタンホール、があります。右側面です。全体が排熱用のメッシュになっています。スタンド取り付けのネジ穴もあります。左側面です。右側同様の排気口となります。ちなみに、内部を覗くと、このようにヒートシンクが目いっぱい搭載されていることがわかります。背面です。左から、電源端子、HDMI が2ポート、USB4 が2ポート、USB3.2Gen2 タイプ A ポートが3つ、2.5GB LAN ポート、となります。上面です。縦置き時は右側面になります。こちらは吸気口になっていて、中にファンが2台入っているのがわかるかと思います。ちなみに、上が CPU ファンで、下が GPU、ケースファンという扱いでした。底面です。上面と同じデザインですが、こちらには通気性はなく、ただの蓋になっています。分解時はこちらから開くことになります。ゴム足の下にネジが隠れています。次に、外装の素材や質感についてです。外装は基本 ABS と思われるプラスチック製です。高級感はありませんが、変に歪んでいたり、隙間があるなどの問題はありません。メーカーロゴが入っているプレートには、本物のカーボン素材が用いられているようで、単なるプラスチックよりは金属に近い、少しひんやりした感触でした。ちなみに、お見せしていませんが、スタンドはアルミとカーボンの素材でできていました。以上、素材と質感についてでした。使っていくよ。スペックや装備などのご紹介を終えましたので、いよいよ実際に使用して性能や使用感を確認していきます。こちら、縦置きスタンドが付属していますので、今回は縦置き状態で検証を行っていきたいと思います。それでは電源投入です。ポチッとな。はい。Windows 11の初期設定画面です。ポチポチと進めていきます。セットアップが完了し、最初のデスクトップ画面になりました。よし。それじゃ、あれ、を見ていきましょうか。はい。タスクマネージャーですね。当たり前ですが、スペック通りのチップが出ています。また、初期状態において、GPU が0番と1番の2台が認識しています。GPU0 は CPU 内蔵の Radeon 780M で、GPU1 は Radeon RX6650M ですね。なお、BIOS、UEFI 画面から内蔵 GPU を無効にすることもできます。ただし、スペック紹介でもお話ししたように、エンコーダーなどは内蔵 GPU の方が優れている場合があるため、意図せず内蔵 GPU に仕事が割り当てられてしまう場合などを除き、無効化しなくて良いとは思います。性能を確認するよ。それでは各種ベンチマークテストを実行して、性能や冷却具合を見ていきたいと思います。ですがその前に、CPU などの詳細をソフトを使用して確認しておきます。まずは CPU-Z です。CPU の情報です。マザーボード、BIOS の情報です。メモリの情報です。クルーシャル製のメモリでした。次に GPU-Z を見てみます。左が Radeon RX6650M で、右が CPU 内蔵の Radeon 780M です。いずれもレイトレーシングに対応していて、似たような機能を有していますが、シェーダー数などが2倍以上の差がありますし、当たり前ですが、全くの別物です。なお、今回のテストでは、Radeon 780M の性能は見ていないのですが、過去に、同じ内蔵 GPU を搭載しているミニ PC のレビュー動画を投稿していますので、気になる方はそちらもご覧いただければ幸いです。それではベンチマークテストを実行します。まずはシネベンチ R15 です。結果までスキップします。結果です。CPU マルチが 2776CB で、シングルは 287CB。GPU、OpenGL は 237.53fps でした。このテストでの CPU 最高温度は約63度でした。冷却に余裕があるため、ターボブーストが積極的に働いており、CPU 速度はスペック最高値の 5.1GHz 出ていました。
ちなみに、旧式の HX90G と比較するとこうなります。CPU は1世代新しくなって、高クロックになり、GPU は同世代ですが高クロック化されているというくらいの差しかありませんが、思っていたより差が大きいです。このテストにおいては GPU の性能というより、おそらくは CPU の進化が結構大きかったと推測します。続いてシネベンチ R23 です。結果をお見せしています。CPU マルチが 16,985 で、シングルは 1,808 でした。CPU 最高温度は約66度でした。これも HX90G の CPU、Ryzen 9500HX と比べると、約 27% 高いスコアになっていて、確実に進化していました。次に、ゲーム性能を確認してみました。まずは定番の FF14 ベンチマークです。設定はフル HD で最高品質です。このレベルのゲームでも、CPU 内蔵のラデオン 780M でもなんとか動かせるので、RX6650M なら余裕ですね。結果は、スコア 17,395 で、評価は非常に快適とのことでした。こちらも HX90G の RX6600M と比較するとこうなります。スコアとしては約 7% 向上しています。大差なしですが、誤差以上の差を感じます。次は、FF15 ベンチマークです。設定はフル HD 高品質です。フレームレートは80程度出ており、快適そのものです。それなりに重たいシーンだと 60fps を下回ることもありますが、おおむね快適でしょう。結果は、スコア 8405 で、評価は快適とのことでした。こちらも RX6600M と比較します。スコア差は約 3% で、FF14 よりも差が縮まりました。おそらくは GPU 性能に大きな差はなく、やはり CPU 性能が影響している印象です。高フレームレートが出るゲーム。つまり軽いゲームほど CPU による差が出ますが、重いゲームは GPU 性能が露骨に出て、GPU 性能に差が少ないことから、差が縮まるということでしょう。GPU 性能の比較は以上となります。次に、激重なゲーム。サイバーパンク2077を試してみます。設定はフル HD でプリセットウルトラ。AI アップスケーリングはオフで実行します。レイトレーシングなしの中では、最も上質なグラフィックス設定となります。フレームレートは 60fps にやや届かないくらいで推移しています。ということで、リアルタイムレイトレーシングがオフの状態であれば、フル HD ネイティブ解像度で、激重なゲームを最高設定で楽しめる性能がありそうです。フル HD でレイトレーシングはそこまで重要視しないのなら、満足感のあるパフォーマンスです。次にレイトレーシングをオンにします。プリセットレイトレーシング低にして、AI アップスケーリングをオフにします。その上で、レイトレーシング機能のレイトレース反射を有効にしました。この設定では、実質的にレイトレーシングウルトラと同じ反射表現となり、レイトレを効かせた極めて重たい設定となります。そうすると、フレームレートは半減し、25fps 前後となりました。ただし、レイトレース反射が有効なため、水面の反射等は素晴らしく綺麗になりました。はい。RX6000 シリーズでは下の方のチップですが、ゲーミング性能に実用性は十分ありました。性能の確認は以上となります。騒音を聞いてみるよ。次に騒音、静音性を確認します。まずはアイドリング状態です。温度によりますが、現在、GPU ファンは停止しています。CPU ファンは回転しています。続いて、ゲームのベンチマークを実行し、騒音を確かめます。少しして、多分最大音量になった時です。少しの風切り音と、少しのコイル鳴きを感じました。ですが、いずれにしても騒音は少なく、静かでした。ちなみに、フォールアウト4など、PS4 世代のゲームを 60fps 制限にて遊ぶ場合は、GPU がフルで働かなくても大丈夫なので、負荷の状態によっては GPU 側のファンは停止した状態でプレイ可能です。この場合、騒音はアイドリングと同等で、極めて静かでした。
性能を考えると、非常に静かな小型ゲーミング PC と言って良いと思います。以上、騒音についてでした。分解してみるよ。それでは最後に分解して、中身を確認してみます。分解は底面のパネルから行います。ゴム足の下に合計4本のネジが隠れているのでそれを外します。特に爪を引っ掛けられそうなところはなかったので、薄い何かでこじ開けます。すると内部に鉄板が現れるのでこれも外します。スペーサーまで一緒に外れてしまい、手間取りましたが、これにてメモリや SSD にアクセスできます。標準状態でメモリと SSD にはヒートシンクが取り付けてありました。背面は通気性がないので必要な装備でしょう。M.2SSD の空きスロットもありますね。以前レビューした HX90G とほぼ同じ中身なので、動画も長くなっていますし、今回の分解はここまでとさせていただきます。さらなる分解をご覧になりたい場合は、参考として HX90G の動画でご確認いただければと思います。まとめです。いかがでしたでしょうか。今回は、グラボにラデオン RX6650M を搭載した小型ゲーミング PC、ミニスフォーラム、HX100G をレビューいたしました。前モデルの HX90G から CPU は大幅強化。GPU は少し強化。それと新型 CPU 内蔵 GPU により最新のエンコーダーを搭載。性能と機能が明らかに進化しているので、順当な進化を遂げていると思います。最後に良い点とイマイチな点をまとめてお話ししますと、基本的に前の HX90G と同じ感想なのですが、良い点は、小スペースで実用性のあるゲーミング性能があり、CPU 性能も抜群に速いこと。そして、それでいて静粛性が高く、道具として、総合的に優れていることです。それでイマイチな点は、AC アダプターが大きいことはまあ、イマイチですが仕方ないとして、ここも HX90G から引き続きなのですが、縦置きスタンドが若干前かがみなのですよね。斜めから見れば気になりませんが、私、こういうの気になってしまいます。ほんの少しの改良で直せそうなのですから、直っていないのはイマイチでした。と言いますことで、前かがみな点を許容できるなら、良い点の多い魅力的な製品だと思いました。とまあ、こんな感じで今回の動画はおしまいです。よろしければぜひ、チャンネル登録、評価をお願いします。それでは、最後までのご視聴、ありがとうございました。